D チャンネル365。なんかね、今ね、無料でね、ガチャ入れるんだよ、今の期間。大感謝祭みたいな感じ？人気投票キャラガチャにやってみます。無料ガチャ。来るかな？スキップ。お、激レア猫サターン、かわいいじゃないか。非属性攻撃 15% 増加、ノックバック時間 20% 短縮、ダッシュがついてますね。宇宙空間の塵が集まり、誕生した、土星夫猫、不思議なパワーを使いこなす特別な存在、移動するときに気持ちばかりあされてしまい、どうしても足がバタバタと動いてしまう。むっちゃ可愛いね、これ。じゃあね、チケットでね、このね、超激レア確定チケットもらったのよ、なぜか。これ使うわ。何が出ると思う？知らねえよね。知らねえよって好き。え？カエル？何？カエル侍蒸し上がる？水属性攻撃 30% 増加、クリティカル 50%。 あ、クリティカルいいな。シールド、非属性ダメージ 15% 軽減。ダッシュが、お、ダッシュいいね。見た目以外はむっちゃいいじゃないかい。両生類最強と呼ぶに見せ上がる、さらなる強さを求めて、あえて、巨大生物の森で暮らし、死闘を繰り広げながら狩りを行う。自分で買った獲物を調理して食べるのが最高のひとときだそうだ。だそうです。レベルアップさせてきます。進化できるね。わあ、なんか頭ボンバーなってちょっと可愛くなったね。進化させるか。両生類最強なんか呼ばれる虫上がる。さらなる強さを求めて巨大生物の森で暮らし、人を繰り広げながら狩りを行う。最近ハマっている食べ物、高さ20メートルはあるマウンテンエスカルゴの串焼きだそうだ。え、そっか、エスカルゴって両生類じゃないよね。あれ何、虫？いいんじゃないですか。チン。で、もう一回進化させたら、ちょっと髪の毛の色が濃ゆくなるみたいなね、感じで。攻撃が 100% 増加なるそうです。クリティカルも 100%。むっちゃいいじゃないか。防御力が一十百戦三万。700% 増加、水属性攻撃がやばくない？やばいじゃないか。何？便蔵を育て上げた師匠でもあり、種を超えた固い絆で結ばれているそうだね。誰？便蔵って。わあ、なんかちょっと、毛むくじゃらになったけど、かわいい。ね、ダッシュがちょっと増えたね。ニャンクドソレイユ。大気中のエネルギーを自ら発する重力によって集め、質量を拡大させた猫。強い重力によって圧縮された体は高温となり、常に炎を身にまとう。移動するときの足のバタバタ相変わらず。かわいいじゃないか。また。うわ。また進化したら。うわぁ、なんか、芸術的な見た目になったね。ダッシュが、プラス12。うん。自分自身が太陽そのものになってしまったことに気がついた猫。このまま力を拡大していけば、力の均等が保たれなくなり、いずれ爆発するであろうと、幼稚園の先生に教わった。幼稚園児だったの？ちょっとね、足軽っていういいキャラクター出たのはいいんだけど、圧倒的に、武器がね、足りてないので、ちょっとこのフェアリーファンタジアの、この、女の子チックなね、1回分お得の11連ガチャ、350ジェム、使ってやっていきたいと思います。これも気になるけども、もういいキャラ引いてもね、武器がね、なかったら意味ないよね。ちょっとこれやっていこう。いいの来ますように、お願いします。
レア、光のアーバレスト、体力が135増えます。激レア、これ持ってますね。水属性の武器が欲しいのよ、私は。水属性を来てください。水属性。あ、これ水じゃない？サンマ。水属性のバースサイズ。え、これ杖やん。30% 増加。CB マイナス12。まあ、見た目は嫌いじゃない。でも可愛くないよ。全然。女の子チックじゃなかったね。なんかもっとでかい魚来たんだけど。お、これいいんじゃない？冷凍マグロ。しかも剣だし。クリティカルが 3% 増加で、シールドがあって151軽減ね。もっといいの来ないかな。激レア2回目。何これ、熊の顔がついてるの？熊殺しの弓だって。ジュエル。あー、もう来ないかな。超激レア。超激レアお願いしますよ。あ、でも水属性いい感じに出てるね。闇属性多いな、私。あー。さっきの冷凍マグロ進化させていこうかな。熊の顔がついたやつ。お宝ドロップ率 27% 増加。シールドで199軽減。サンマお前が持つんかい。サンマじゃなかった、この、あ、間違えた。冷凍マグロお前が持つんかい。ジジイが持つんかい。まあいいか、これで全部揃ったから、水属性の。